クロークパークで行われたアイルランド対イングランド戦。ラグビーアイルランド代表は、アイルランドラグビー協会によって組織される、ラグビーユニオンのナショナルチームである。なお、アイルランドが南北に分かれる以前からイファが存在していたため、アイルランド共和国及び北アイルランドから選手が選出される。エンブレムは、シャムロック。アイルランドラグビー協会の旗。中心に、 白のフィールドにシャムロックのエンブレム。その周りに、左上から時計回りのアルスター、レーンスター、コノーとマンスターの4地域の紋章。初のテストマッチは1875年2月15日のイングランド戦。ホームスタジアムはアビバスタジアム。同スタジアムが改修中の時期は、ゲイリック体育協会が所有するクロークパークを一時的に使用していた。 練習場は、ダブリン郊外のナショナルスポーツキャンパスである。W 杯の最高成績はベスト8。シックスネーションズを構成しており、また、南半球競合国への遠征用の、イングランド、スコットランド、ウェールズとの合同チーム、ブリティッシュアイリッシュライオンズも結成している。試合開始前の国家聖賞では、アイルランド共和国の国家、アマレンナブフィンを使用していたが、 北アイルランド問題などを背景に指揮に影響するため、1995年の W 杯を機に、ラグビーナショナルチーム用のチーム化、アイルランズコールが作られた。共和国内で開催するホームゲームでは、国家、アマレンナブフィンとアイルランズコールの両方を、アウェーンゲームではアイルランズコールのみを使用している。選手層が薄いためか、展開力が弱く、 上位チームとの対戦では、優れたプレースキッカーによる得点で対戦相手に肉薄する。ひたむきなタックルでトライを目指す姿は、魂のラグビーと評される。2007年のシックスネーションズでは、優勝候補に挙げられながらも、ホームのフランス戦で終了間際に、バンサンクレールに逆転トライを許し、2位に甘んじた。2007年 W 杯では、ブライアン・オドリスコルなどの選手を中心に、 上位進出が期待されたが、1次リーグでフランスとアルゼンチンに敗れ、ベスト8に進出することはできなかった。2009年のシックスネーションズにおいて、1985年以来24年ぶりの優勝を果たし、1948年以来61年ぶりとなるグランドスラムを飾った。2011年 W 杯はオーストラリアなどを破り、 プール戦前勝で準々決勝に進出したが、ウェールズに敗れた。2015年 W 杯はフランスなどを破り、プール戦前勝で準々決勝に進出したが、アルゼンチンに敗れた。2016年11月6日、アメリカシカゴで行われたニュージーランドとのテストマッチを40-29で勝利した。1905年の初対戦から数えて29回、目視して、 初の対オールブラックス戦勝利となった。2018年のシックスネーションズで2009年以来の優勝とグランドスラムを達成。11月18日にダブリンでオールブラックスをノートライに抑え16から9で勝利した。2019年ダブリュー敗直前の9月7日に行われたウェールズとのテストマッチに19の10で勝利。この結果、 9月9日付で、アイルランド代表史上初めて世界ランキング1位の座についた。2019年 W 杯では2000でホスト国の日本に敗れたが、プール戦3勝1敗の2位で準々決勝に進出。準々決勝ではニュージーランドに1 4の46で、敗れ、今大会でもベスト8の壁を破ることはできなかった。アイルランド代表スコット所属。 キャップ数は2021年6月14日現在。ありがとうございます。